どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムジャケットです。輪染みついてますね。前身頃の裾のところに結構目立つ広範囲の輪染みがついています。それから部分的な染み抜きもあります。ちょっと珍しくラペルの裏についてたり、あとは裏地のところについていたりしますね。あとはね、後ろ身頃の肩とかにもついていました。たくさんついてるんですよ。前身頃だけついているわけじゃなくて、いろんなところ裏にも後ろにも袖にもシミがついていました。そして広範囲の輪染みなんですが、前身頃と後ろ身頃に輪染みがついていて、もしかしたら部分的なシミを自分で取ろうとしてシミ抜きをして輪染みができちゃったのかな。小さいシミを取ろうとして大きい輪染みができる。大きい輪染みがついているところにはシミはないんですよね。ほら、ここシミあるところには輪染みついてないんですよ。だからなんだろうなと思いました。この小さいシミもですね、いろんなところについているので、飲食に伴うシミがつきにくいところにもついていることから、小さいお子様がいて、そのお子様の手や口からついたとか、あとはなんか軟膏とかハンドクリームみたいなものが自分の手からついたのかなとか、いろいろ考えました。レーヨン 62% ナイロン 33% ポリウレタン 5% 裏地はポリエステルが 95% のポリウレタンが 5%。 お洗濯表示はドライクリーニングしかできなくて、水洗いもウェットクリーニングもできませんと書いてあります。だから水洗いできないんだったら部分的に染み抜きしようかなと思ったんじゃないでしょうかね。ちょっとこう文字見切れてるんですけど、また輪じみになることがありますので、輪染みになった場合はクリーニング店に説明の上修正依頼してみてくださいというようなことで、依頼されたのが私でございます。そう、私はクリーニング店でございます。後ろ身頃見ていただくとですね、かなりの広範囲に輪染みがついております。すごいな。ここまで濡らしてしまったんであれば、もう丸洗いしても良かったようなもんだと思うんですけどね。後ろ身頃ここです。シミここです。同じ日に同じ原因でついたんじゃないかなと思うような同じ色をしているんですが、それはちょっと定かではないですね。輪染みすごいですね。これだけ広範囲に輪染みがついているので、もう輪染みに関しては全体処理で綺麗にしようと思うんですが、輪染みを取るための全体処理をして、部分的なシミも全部取れるんであれば非常にラッキーですね。ほら、袖にもついてますでしょ。水洗いができませんと書いてあっても、これ洗えるんじゃないのって思えるようなお洋服もあれば、水洗いできるできないなんてタグ見なくても、これはもう水洗いなんかできないだろうって思うような素材があって、このお洋服に関しては洗えそうな気がしませんかね。まあ確かにレーヨンは化学繊維の中では水洗いちょっとしにくいかなと思うんですが、でも天然素材は 1% も入ってないんですよ。表地も裏地も全部化学繊維でございます。イージーケアで全然シワにもなりにくいものなので、もしかしたらですね、上手に洗える人もいるのかなと。もちろんそれをねおすすめしてるわけではないですけども、なぜ輪染みになってしまうのかと言いますとですね、部分的に濡らすからなんですよ。丸洗いをしてしまえば輪染みになるなんてことはないと思うんですよ。なので小さいシミを取ろうとして大きな輪染みができてしまう、ビフォーよりアフターが悪くなってしまうなんていうようなことがないですから、水洗いができるお洋服に関しては自分でシミ抜きをしてみることは大いにありだと思います。もちろん落ちる落ちないは別にしてね、トライしてみてもこんな風に輪染みになることはないと思います。綺麗になりましたね。もう一つも残ってないんですよ。輪染みも部分的なシミも一つも残ってない、シミゼロの状態になって、色、グロス、質感、風合い、そしてサイズ感、シルエット、表地も裏地も何一つ損なうことなく、シミだけをきれいにすることができております。で、私は水洗いをしております。洗濯表示違反をしております。
違反をして洗ったにもかかわらず何も悪いことが起こっていないのはなぜかと言いますと、そうならないように洗ったからと言いますかね。あとはその仮に一時的にそうなったとしても元に戻せるということを前提に洗っているからなんですね。それはやっぱりプロだからできる洗いでございますので、お洗濯液表示に書いてある通りね、輪染みができてしまったらクリーニング店に相談してみてください。今日はこれでおしまいです。さようなら。